いいですよ、ですよ。おー、よかったよかった。ここの玄関のところで、私が今日ちょっと履きづらいスニーカーを履いたせいで爆発してしまった。そうなんですか。栗原さん、建物ごとなくなっちゃった。なんで来てたんだよ。え？まだないね。びっくりしましたよ。意味わかんない。栗原さん、これなんだろう。何かが必要だったっていうことですかね。これマジ切りないんで。ここ。トラウマになるような何かが。いやー、ウケスさん、この間取り明らかにおかしいですよ。ここからは私の推理にはなってしまうんですけど、言いたいだけなの。それも水回りとつながっているんですね、うん、だから何か都合の悪い死体のようなものを水に流すためのスペースだったんじゃないか。マジやばい感じ。入ってやだなーっていう。なんか逆に一旦受け入れてみたらどうですか。意味わかんない。え、なんで止めなかった。ごめんなさい、栗原さん。やっぱこれ。ありがとうございました。意味わかんない。